アラフォーおっちゃんサメの本日の筋トレです。今日は足と腹筋をやります。昨日ちょっとアップできなかったので、昨日の分と同時に動画アップをしようと思ってます。本日も筋トレ終了です。久々のブルガリアスクワットなんですけども、以前アドバイスいただいたように、ちょっとできる限り深く意識して、ちょっと重りを軽めにしてやってみました。でもやっぱりしっかりやるとかなり効きますね。もう階段の上り下りが足がプルプルしてちょっと怖かったです。というわけで本日のレッスンはこれ、逆だ、丸長製菓のクリアイスまんじゅうですね。
カロリーは232キロ、ちょっと高めです。で、中身はちょっと溶けて変形しちゃってますが、こんな感じ。本当はもっとこうですね、桜の形してます。では、いただきます。栗の匂いよりもあんこの香りとか味の方がきつくて、ちょっと栗感がちょっと感じられない感じですね。なんか感じおかしな感じですね。中はこんな感じで、あんこぎっしりです。あんこ大好きなんで、うん、おいしい。では最初に言った通り、昨日の背中と肩をやった分も一緒に動画アップしたいと思います。ではまた。